こんにちは、まゆりんです。今日私の高校の後輩が仕事がお休みだったので、実家まで車で迎えに来てくれました。今日私は高校の後輩と一緒に美味しい中華料理のお店に行きました。今日高校の後輩と一緒に中華料理のお店で日替わりランチを注文しました。高校の後輩は運転手なのでビールは飲めませんでしたが、私はビールを飲みました。初めて行ったお店ですが、中華料理がとても美味しかったです。高校の後輩と中華料理を食べてから登別マリンパークニクスに行きました。登別マリンパークのペンギンパレードでは、30歳のキングペンギンはおじいちゃんだったので転んでいました。登別マリンパークニクスを楽しんでから、高校の後輩は車を自宅に置いてから、私と高校の後輩はラストで一緒に飲みました。もし気に入っていただけたらチャンネル登録よろしくお願いします。